ちは。こんにちは。今日はこの心拍石突きなんですけど、はい、これをちょっと針金かけてで最後ちょっと植え替えしてこの盆栽の景色を作っていければなというふうに思ってます。この木の特徴をまず言いますと、完全にここですね、石に抱いてあって、はい、割とね年数はかかってそうな感じですね。自然に抱いてるような雰囲気も出てるので、この中でちょっと針金をかけて最後ちょっと土鉢から本鉢に移していきたいなというふうに思うんですけど、はい、ちょっと鉢の候補がいろいろありまして、うん、どうしようかっていうふうに今現在もちょっと悩んでます。うん、針金かけ次第かなとは思うんですけど、どの鉢が合うのかっていうのは最後ちょっと合わせてみて判断しようかなというふうに思ってます。入りますかこれ。今根っこの状態こんな感じなんですよね、はい、で意外と中の方は柔らかいので意外と、ね、低く崩せるのかなとは思うんですけど、うんうん、ただね実際やってみないとわからないことですし、印象がそれぞれ違うと思うんですよね、うん、こうやってしっかりカチッとしたやつに入れるっていうとやっぱりそれなりのガッチリ感風格というか、そうが出てくるし、広くて浅い鉢だとより世界観が出るのかなという、ね、ちょっと高上にしてもいいかもしれないですし、石突きの世界表す感じがより引き出すのかなというふうに、まあ、ちょっと針金かけた後に、ね、崩した状態で判断しようかなというふうに思いますので、先にちょっと掃除と針金かけをしていきたいと思います。はい、でまずちょっとブラシ使って若干幹の方を磨いていきたいと思います。久しぶりの撮影な気がする。確かに忙しぶって前回何やったの？リッツカルトンしか覚えてないです。その前あれじゃない、大宮公園じゃない大宮公園かもしれない大宮公園だとしてだいぶ前ですよ。そうだよ、ね、あの大宮公園の動画もリッツもいい感じ、面白いじゃない、はい、いつもと違って、はい、やっぱ全然回らないね。でも再生数面白いと思うんだけどね。あれじゃないんでしょうね、求めてるのが。そうなんですね、技術を見たいとか。いつも見てる人たちは評判いい、やっぱ。あそうですか、うん、あそれはね結構言ってくれますよ、みんな。そうですね、あその何を求めるかによりますよね、多分視聴者が。心拍の針金かけなんてね、山ほど見てるんでしょうからああいうのが楽しいですよね。怖いよね、僕そう畳む動画が続きますね。そうですね、しばらくああいう世界も楽しいですよね。プロはやらないですよね、多分ね。時間が効率悪いですもんね、その商売としたら。でも明らか需要はあそこになっていくような気がするんですよね、今後の。誰でもできてお金もかからない。そうそうね、しかもかっこよくなって、かっこいい。ただあれを維持するのが大変ですよね、多分ね。カラスよ多分。でも多分あの師匠の方がやっぱかっこいいのって残るからかっこいいんでしょうね、多分。何回も失敗して残ったやつが今あるから、うん、それが味となってかっこよくなってるんだと思うんです、うん、そうね。掃除終了。はい、終了しました。次は針金かけていきたいと思います。どんな感じにするんですか？まあね、なるべくこの伸びたところはまとめて一つにして、この枝の流れのままこういう風に作っていければいいかなと思いますね。そこであんまり下げすぎても鉢に困っちゃうので、うん、まあ、このぐらいでいいのかなとはやっていきます。もうこれもねちょっと売り物なので、はい、あんまりがっつり針金はかけないようにしたいと思いますので、そういう番手でやります、はい、あ、盆栽道具で在庫追加しました。あ、そうなんですか。追加した。え、ちょっとねやっぱり料金上がってるんですよ。まあでもしょうがないですよね、時期的に。うん、時期っていうかもう今もうみんな物価が上がってるじゃないですか、情勢的に。そう、全然ちゃんと入れてないねでもこれ1年半ぐらい使ってるでしょ。結構シミあるね。どうし、なんかこぼしたでしょ、油。油か、それが味じゃない、うん、この辺とかいいですね、当たりが。でも1年半か2年ぐらい使ってるでしょ。使ってる。だけど全然じゃない、全然穴開かないよね。全然開かない。私も使ってるって、あんま全然開かない、気配ないね。そのはい、おすすめですみんなね、プレゼントとかにも買ってくれれば。あ、そうそうっすよ、それは言いたい。盆栽やったことない方、
これ見てるのであれば言いたいんですけど、結構ね盆栽好きなんだって人に盆栽あげたいんですっておっしゃる方がいるんですよ。ああもうすごい多分ね喜ぶと思うんだけど、うん、分かるよ言いたいことが。あのね盆栽って結局やっぱ趣味だから、えこれもらってもっていうのがたまに起きると思うんですよ、ね、うん、で我々もねそういう依頼があったらそれに応えるようにね提案はするんですけど、うん、そういうよりかは道具とか実際に買うものをプレゼントしてあげると喜ばれるのかなって思ったりします ね、 だね外見をプレゼントするとその人の趣味じゃなかったらちょっとねもったいないじゃないですか。僕は男友達とかでも女の子とかに言われた時も、うん、男に何あげたらいいって言われるんですけど、うん、絶対下着あげとけって言います。あ、分かる。パンツ困らない困らない、うん、もうパンツだけはもう何回ももらったことある。そう、あのパンツだけは困らないです。困らない、ちょっといいパンツね。そう、うん、3000円とか5000円以上はないんで基本的に、うん、どんないいブランドでも。そう、何の動画趣味があんまり関係ないものをプレゼントすると、ね、結構いいのかな。使い勝手とか木は、ね、確かにあるね。でもそういう時って持ってなきゃいけないんですよ。そうね、もらった木って。そうね、そう枯らすわけにもいかないし、あげるわけもいかないし、あれどうなったって言われるし、そう、そういうのはねちょっとありますよ。最近そういう人結構いますよ。そう、私でも久しぶりに会う友達には盆栽プレゼントしてる、ちっちゃいやつ。あ、それはでもやってない人でしょ。また、ね、そうそう、そうやってない人だったら入り口として全然ありだと思うんだけど、もうすでに結構やってる人に盆栽あげるのはちょっとね難しいような気がする。あるあるですか。あるあるじゃないですか、ね、ただのおしゃべり動画で盆栽のことしゃべってください。ちょっとこれ細かいのもかけるんですか。うん、かけようかな、後でこの辺とか頭、裏枝、差し枝、はいって感じですね。はい、もうちょいかかります。もうちょいかかりますね。はい、針金かけは、針金のかけ方をっていう動画が出てますのでそちらをご覧くださいと。ちょっとかかりますね。完成。できました。どんな感じ？まず、自然な感じ。右流れでこの辺ボリュームつけましたけど、はい、自然な感じで棚を意識して作ったので、で、はい、割とちょっと頭は小さくしました。小さく、ね、小さくしました。はい、ずっと幹がね、うん、いい感じにバランスよく見えるので、うん、ここは完全に大きい頭になっちゃうと、うん、幹が細すぎて見えちゃうので、この動きとこの細さとこのバランス考えるとやっぱこれぐらい頭ちっちゃい方がいいのかなと思って作りました。正面ここでいいんですね。ここで、うん、まあ、若干こっちからも見えるような感じですね。見えます。見えます。プライダーで静止は以上。はい、でこれを次植え替えしていこうと思います。崩、はい、してみないとわからないので、うん、1回最初に崩してから鉢の準備をしたいと思います。ちょっと植え替えが難しいかな、どうなるかなって分からなかったので、うん、結構乾かしているので、はい、根っこをほぐしてしっかり様子を見てから鉢は決めたいなと思います。はい、はい、ここで、ね、大体ね太いのがねバーンってあったりすると終わっちゃいますね、うん、ここの幹を考えると、うん、ありそうな予感はしてるんですけど、浅くできないってことですね。浅くできないってことです。ただ若干高植えでもいいと思うんですよ。石付きだし、山の雰囲気だ出すには。一応今の時期は今2月2日、今日2月2日ですが、まあハウスで、まあここはハウスなんです、うん、の方がいいですね。保護した方がいいですね、はい、いよいよ国風ですね。いよいよ国風ですね、はい、なんか出す。一応1本だけ1本だけ、ああるんだ、うん、どれかって分かんないもんね、国風。あね、視聴者の人には分かんない。そう、名前出ないでしょ。出ない。作った人の、うん、持ち主の名前だもんね。そうそう、皆さん当ててください絶対分かってたろ意外といけない。これ太いやつ切っちゃっていいと思うんで、うん、切れそうな気がする、うん、ただ逆に浅すぎてもあれかなと、うん、この太根だけ切りますね、はい、ね、太根なので切っちゃっても全然、脇根がこんだけ出てれば
心拍の場合大丈夫ですので、はい、山木だとどうしてもねこれ切るとまずいってことも出てくるんですけど、あの太根がね直根が伸びてる場合があって、はい、それしかない場合もあるんですけど、うん、こんだけ脇根が出てるのであればそこは全然問題ない。これ合わせてみる。いやでも高尾にすればそんなに違和感ない。じゃあ次の候補、この正方ですね。ちょっとね優位かかってて、うん、シャリた鉢ですけど、これだと もっとカッチリした印象になると思うんだけど、なんかでもこういうのもいい気はするよね。あんま見ないっていうか。ああ、いいな。これに似てるんですか。これはでかいですね。さすがにね、これはでかいですね。まあ、より石付きの自然な雰囲気の石付きなので、うん、はい、より世界観が出た方がいいと思うんですよ、はい。まあ、石付きでここに自然なものが入ってるので、うん、より鉢はカッチリした方が僕は好きなんですよね、うん、まあ、作りとかで、それで欄板とかそういう自然っぽいようなやつに入れてもいいんですけど、あともう一回石に乗せるとかでもいいんだけど、うん、それだと自然と自然になっちゃってあんまり面白みがないのかなとか。なるほど。人工的なものとこの自然の合わさった方が面白いかなと思うんですよね。これにしてそれの鉢にでちょっとね苔とか持ってあげればよりこの山の雰囲気っていうのは出てくるのかな、うん、確かに。まあ主題ですしね。ね、赤でいいですよね、色が。心拍っちゃ赤です、はい、時代の乗り方してますね、この鉢も、はい、これにしましょう。これに決まって、はい、あまりいい鉢ですね。いい、うん、いい鉢。どなたの。中国ですね。中国。あ、そうだ、はい、リッツのお礼を言っといて。あ、リッツのお礼、はい、どうぞ。あ、チャイムが俺を言わせないぞ防災埼玉が、ね、内側にしたんですね。はい、じゃあリッツのお礼どうぞ。3週間にわたって、六本木にあります、ね、ザ・リッツ・カールトン東京で大宮盆栽の展示をさせていただきました。で、無事終了しまして、皆さんに、ね、動画としてお届けできたのが我々としては嬉しくてですね、うん、はい、まあ、動画見てくれた周りの人とかもすごい良かったっていうふうに言ってもらえて大変嬉しかったですね。泣く何あ、ちょっとあのねパフォーマンスみたいな、はい、やりました。恥ずかしいところもあったんですけど、うん、まずは協力していただいた埼玉市とか、リツさんとかにもお礼を言わないといけないですし、実際に来ていただいた方は結構いらっしゃったんですよ、うん、新聞とかもそうだし、ね、YouTube 見た方で来ていただいたって方は結構いらっしゃったので感謝申し上げたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、で来年以降も同じような企画として大宮盆栽を PR できるような場をこれからもどんどん作っていって、うん、皆さんに大宮盆栽の魅力を伝えていきたいなと思いますので、その際はまたぜひご覧いただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。弱い24歳の若者が盆栽広めようと頑張ってるんで、皆さんもぜひなんかそういう機会があったら言ってくれたらいいですよね。いいですよね、他人事です。いやでもね、撮影に来てくれてありがたいですね。交通費も出てませんからね、私は金沢に引き続きいい。でも PR 動画になったでしょ。いやもう本当ありがたいですよ、ね、うん、大宮盆栽だけじゃなくて、うん、カンタとしての、はい、うん、ちょっと高上がいいかな。ちょい高、ちょい高がいいんで粗めを結構持ってあげて、はい、細かいの入れて。ずっと土鉢で育てられてたのかね。どうなんですかね、こんな結構古いよね、この食いつき方。もうちょい高いし、もうちょい高です。根っこと根っこの間にちょっと針金入れて座りを良くしよう。石突きもね、嫌う人はいるけど、これはなんか木に合ってるよね。うん、そこもね、経過というか、うん、古さが出てこないとその良さが半減しちゃうんですよね、石突きって。やっぱり結構より自然を表現しやすくて石突きにする方って、うん、で昔から結構いらっしゃったと思うんですけど、ここに古さが出てくるとより違和感なくなってくるってことかな、うん、より盆栽らしい古さが出てくるんで。盆栽の価値を決めるのは
っぱ古さっていうのは重要ですもんね。そう、あとは根毛にもよると思うんだよな。ただまっすぐにこうやってついてるんじゃ面白くないから、うん、しっかり抱いてるようにとか動いてるような食いつき方してるとやっぱり面白いですけどね、うん、あれがしいとこしたそれ使うんだ川崎先生これは便利ですよ、本当にそれ、うん、削るの先生からもらったの？もらったこのね、細さがあんまないんだよね、そうそう太いからここが大事なとこですか。ここ大事なとこ。ここで決まっちゃいますからね。決まっちゃう。細かい。なんか癖なんですよ僕これ。え？こうやってやっちゃうの。つま先立ちになるの。そう。わかる。なんなの。私もなる。疲れるんですよね。そう。疲れて気づくんです。疲れて気づく。なるなる。なんかキーとかいじってる集中してる時だいたいつま先立ちになってる。なんなのこれ。力入ってるんじゃない。わかると思った方、高評価とチャンネル登録お願いいたします。毎回言ってた方がいいんだよね本当はね。言いますかじゃあ今日から。最後にこの動画が良かったと思ったらっていうぐらい言いますよ僕。こんな感じになりました、はい、いいじゃないですか。でこれに苔を張っていきたいのでちょっと霧吹きで土を濡らしてから苔を張りたいと思いますので、はい、霧吹きを今かけました。はい、はい、でちょっと苔を山の風景を想像して油が染み込んだ布、綺麗に着ております。この気遣いが匠のカメラマンの気遣いですね匠が無口なばっかりに間を埋める間を埋めたい。できました、はい。まあこの石付きの雰囲気と、うん、しっかり棚作ってあげたのでより自然っぽい一鉢になったのかなっていうふうに思いますけども、うん、やっぱり鉢がしっかり硬いというかしっかりした作りの鉢なので、うん、より、まあ、盆栽らしく一つの作品としてはいいバランスでできたのかなというふうに思いますね、うん、より自然らしいものとより人工的なものの合わせた形になりますけど、それがこの鉢をより引き立ててくれてんじゃないかなという。なんかこう自然をこう切り抜いたような。そうですね。なんかね、ここやっぱりここに人間がいるような、ね、そういうのも想像できたりとかするのかなと思いながら作ってみましたけど、どうでしょう。いや、いいと思います。バランスもいいですね。ちょっと高上にして、うん、シェリー出す感じが ね、うん、出たのかなというふうに思いますので、うん、皆さんもぜひこういう石付きの素材があったらこういうやり方やってみたらいかがでしょうか。結構いいです ね、こうやって見るといい石があったらつけるのもいいかもしれない。石に完全に乗せるやつとあとはこうやってね鉢の中に入れるやつどっちもありますのでぜひ試してみていただければありがたいですね。はい、はい、こちらの盆栽当時編で動画上げる頃に売れてる可能性はあるけど、そうか、売るやつですねこれは。そう、はい、商品です。で皆さんも、はい、ぜひ石付きの盆栽こういう風景作ってみると楽しいですんで、はい、ぜひやってみてはいかがでしょうか、はい、この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございます、はい、減らないですよね。減ったら減らないですよね減ったらちょっと言いますまた、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひ。はい。
じゃあここでお知らせでいいですか。はい、ここでお知らせで、はい、盆栽Qにスポンサークレジットっていうものを作ろうと思っています。まあ、簡単に言うとこの番組は何々の提供でお送りしますみたいな提供のやつです。今一番盆栽業界で見られてる YouTube チャンネルだと思うんで、まあ、そこを使って皆さん宣伝してくださいっていう。何でもいいんですか。何でもいいですよ。私が嫌だなと思うのは やりません。反社会勢力とか、あ、そっち系です。例えばラーメン屋さん大丈夫、いいんですか。いい、大丈夫。画像とテキストで私がちょっとそのちょっと喋って、うん、8秒ぐらいのやつで概要欄にリンクつけるみたいな感じです。はい、雑誌とかに今も盆栽の宣伝って雑誌しかできなかったと思うんですけど、うん、それを、まあ、YouTube の中に入れるっていう感じで、多分料金は雑誌とかの10分の1ぐらいの値段で、効果は多分10倍ぐらいあると思う、 YouTube なら、うん、っていうコスパ最強の広告っていうものをちょっと試しにやってみようかなと。要は今平均視聴回数が大体2万とか、あの全体の平均でいうと3万3000ぐらいですね。そしたら1本3万人近くにスポンサーさんの情報が見れる。そう、3万人にアクセスできて、で雑誌の発行部数って多分今3万ないと思う。いや多分絶対言ってない言ってないと思う。だからその雑誌の1ページの線大体20万ぐらいかかるんですよ。調べてたら皆さん出てくると思うんでちょっと調べてほしいんですけど、20万円ぐらいなんですよ雑誌1ページって。まあ、それの10分の1ぐらい値段で倍ぐらい、倍以上かにリーチできると、リーチできるっていうものをちょっと試しにやってみる。ん、それはどうやったらいいんですか。あの盆栽Qショップで購入してもらえれば。あ、そのそういう権利みたいなやつ。そうです。で海外の人もそれなら参加できると。はい、そうですよね。なんか物じゃなくて、そう、そういう権利とかでもね、うん、割と効果あると思うんですよ。はい、で購入してくれた方には、あ、そのシールなんですね。あ、そうサンクス、スポンサーこれもらえるの。そう、まあそのスポンサーになった人しかもらえないっていう、まあお返しですね。はい、はい、これをどこ貼ってもいいんですか。どこ貼ってもいいです。私はパソコンに貼ってます。あれだな、あの戸町みたいな店先に貼る、店先に貼ってねあの盆栽好きが集まる居酒屋、あ、はい、みたいなのを、あ、売ってみてもいいし、自分のお店の特色としてね、盆栽帳に結構貼ってもらえたら面白いかもしれないね。見てる人がいるか分かんないけど確かにそれいいな。まあそういう、そしたらね、はい、ここの人盆栽球見てんだってなるっすよね。あ、いい、そうね確かに仲良くない、出てますけどみたいな。そう。あ、それいいっすね、その交流の。まあそれだけ T シャツとかでもいいんだけど。そうか、でもこれって半永久的じゃないですか、剥がれない限り。まあまあ T シャツ着ないと分かんないから。そうね、そういうお知らせでした。はい、はい。